はい、こんばんは。ドンチャンネルです。11月29日の夜、宗教二世問題でさ、今日ヤフーに乗ってるのはさ、エホバの証人なんですよね。エホバの証人ってさ、なんか、女の、女の人二人組で、なんか、いつも帽子かぶってきてた時期があったり、この前ね、出かけに突然、ピンピンポンってなって、ドア開けたらさ、なんか、 お、お忙しいところ、エホバの承人ですけど、とか言われて、いやいや、今からちょっと出ていくんですみません、とか言ってね。結構身近にいるんですよね、エホバの承人って。あと、何ヶ月か前だったかな。なんか鹿の島で、なんかこう、ね、あの、ザプーンってくる海を見ていたらさ、なんか女の人数人の人が話しかけてきてさ、わ、 逆ナンパされたらどうしようとか思ったらさ、その人たちがエホバの送人で、<laughs> 今さ、なんか iPad かなんかにさ、あの、なんか、この触ったらさ、なんかこう、教団、聖書の教えかなんかが出てくるようになってたりさ、<laughs> エホバの送人も広報活動進化しとるやんとか思った記憶があるんやけど、まあちょっと記事行きましょう。<laughs> <laughs> 性行為を理由に10代で母,母と絶縁関係。エホバの商に元2世信者の女性が語る、教団内性加害とは、あ、まあ、性加害っていうふうに来るわけね。宗教団体、エホバの商人の元2世信者らで作る団体が公表した、教団内での児童に対する性的虐待についての 調査結果。大人が未成年の男女に性行為の経験の有無を問いただすなど、一般社会では許されない行為である。まあ、まあ、プライバシーの侵害というやつかな。だが、婚前交渉を禁じているエホバの証人では、性行為をした疑いのある未成年を幹部が質問し、処分を下す。審理が、審理って言うと裁判みたいなもん、が 当然のように行われてきた。10代で被害を受け、母,母との関係が絶縁した元二世信者の女性に思い,思いを聞いた。うーん。エホバの商人元2世信者が公表した実態とは、母たちの前で射精はてか、ん <laughs> ちょっと待って。写生は手か口かと聞かれ、普通手じゃないのから続く。うーん、当時は自分が罪を犯したから仕方がないと思っていましたが、今考えれば狂ってると思います。そう率直な思いを語るのは、福岡県に住む元2世信者の佐竹ゆかりさん、過去加盟40代だ。 夫と幼い子供と暮らしている。両親が離婚し、エホバの送人の信者である母と暮らしていた佐竹さんは、中学生だった1996年に洗礼を受け、正式に信者になった。婚前交渉は罪。エホバの送人はホームページに、 エホバの商人は大学など高等教育機関の環境がモラルや神様との関係に良くない影響を与えることがあると感じていますなどと記しており高等教育の道に進むことを奨励していない佐竹さんの母は仕事,を仕事はせず生活保護を受けていた子育てよりも布教活動に多くの時間を割いていて半ばネ,、ね、ネグレクト育児放棄のような状況 佐竹さんだったというだが、進学には割と寛容だったといい、中学卒業後は専門あ高等専門学校に進んだ。女子の生徒数がとても少ない環境だったこともあり、2年生の時に自然と交際相手ができましたと佐竹さんは振り返る。その恋人とは体の関係も持つようになった。 普通の流れではある。まあ今、高校生で普通、生体験でするんでしょう。うん。その恋人とは体の動物の,の中である、ある、ある、あるあ、普通の流れではある。だが、エホバの聖人は婚前交渉を禁じており、破ることは罪とみなされる。運が悪いことに、恋人の中学時代の 男性教師がたまたまアイホバの承人の信者だった。この教師は長老と呼ばれる地域の幹部の立場で、どこからか佐竹さんが交際しているとの噂が耳に入り、佐竹さんの母に告げた。母は佐竹さんの鞄の中身を密かに調べた。そして恋人との手紙の内容から性交渉を疑い、佐竹さんを問い詰めた。叩けば誇りが,が出ると踏んでいたのか、 すごくヒステリックな口調でした。うまく取り繕うことができず、事実を話しました。その後母は長老に電話をして、私の罪を告げ口したんです。かあ私を売るような形でしたね。かっこさくらさん。そうよね。娘のしたことをさ、黙っとけばいいのにね。信者が教団,教団の禁止事項を 破った疑いがあるときに聞かれるのが、審理委員会と呼ばれる裁判のような場だ。ああ、やっぱり裁判なんだ。えー、王国会館で、あ、会館があるのね。王国会館で、長老たちの審理、信者が集合場所として使う王国会館で、2、3人ほどの長老たちが、密室の状況で事実を問い詰め、審理する。<laughs> 反省が見られない場合、家族や信者から絶縁される最も重い、 排斥処分が下される。佐竹さんも長老から電話で審理委員会にかけることを告げられ、王国会館に向かった。うわぁ、いきなり裁判の被告になるような感じよね。当時派も行かないのにね。母も同席し、会議室で二人の長老と向き合った一人は母に告げ口した40代の教師。そら、教師としての倫理上、倫理上まずいちゃない、これ。ね。 もう一人は独,占独身の30代男性だった。どんな経験で交際、あ、どんな経緯で交際したのか。相手はどんな人初めて性行為をしたのはいつ誘ったのはどっちから今まで何回くらいしたの ?10 代の少女に対し、長老たちからあからさまなプライバシーに踏み込んだ質問が次々と飛んでくる。一般の家庭なら母親としてはこんな質問を聞くのは耐えられないはずだが、 佐竹さんの母は、娘が罪,罪を犯したことへの恥ずかしさと怒りに震えていたという、家庭内排斥状態で会話なくなる、性行為をした場所や頻度、否認具を使ったか、どちらが用意したのか、性行為をしていた時どんな気持ちだったか、これからどうしたらい,いのかなど、あらゆることを聞かれました。ただ、反発する気持ちはその時はなくて、私のことでお手間を取らせてしまい、 申しし訳ないといいとう思いでしたかっこさん。心理委員会が終わり外で20分ほど母と待った告げられたのは排斥の処分だった10代の少女であるこれから私はどうなるのか妹とも離れ離れになるのかと頭がパニックになりました母からは離婚した父と暮らすように促されたが父は再婚して家庭を持っていたため 佐竹さんはその決断ができなかった。しばらくは母と過ごしたものの、事実上の家庭内排斥となり、会話はなくなった。へえ。ー。せいせいした。 その後、東京に出た、佐竹さんに母から手紙が届いた。もう関わることはできません。そう書かれていた。その時はもう悲しいというより生成したというのが本音でした。佐竹さん。その後、2006年に結婚した佐竹さん。連絡を取っていなかった母に電話し、実家に残していた幼い頃の、あ幼い頃の写真を取りにと、引き取りたいとお願いをした。 受話器の向こうで母はどうなったそんなものがあっても春ルマ丼ドンが来たら意味がないでしょ物質,にそ物質に執着して何の意味があるのこれが母と可愛さ最後の会話である。現在は夫と子供と幸せに暮らす佐竹さん。母になった今、自分の母をどう思うのか。一人で生き抜いて掴んだ幸せ。 佐竹さんは一生エホバから出ないでほしい。目覚めないでと、目覚めないでほしいですと冷めた思いをは話す。まだ10代で成功症を理由に排斥され、母との関係を断って一人で生きていかなければならなかった佐竹さん。夫と子供は自分の力で得た家族で一人で生き抜いて掴んだ幸せだ。母が、 エホバから目覚めてしまったら、誰が面倒を見るのか。私は絶対に嫌だし、私の家族に迷惑をかけてほしくないんです。サタケさん。エホバの承認について、子供への無打ちや進学の自由を許さな,いな許さないなどの虐待行為と取り出さされているが、エホバに関しては特に感情はありません。都合の悪いこと,はことには目を背け。 盲信し,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 しているなんて幸せなんだろうと思います。要は暇なんですよね。と思いを語りつつこう告げた。信教の自由がありますから何を信じたっていいのですが、それを子供に教養することは良くないと思います。ですが、カルトなどと言われる宗教は、どれを見ても信じるものも、信じるもの以外を排除しようとしたり、 対応するふりをしても受け入れたり、決して、受け入れたりは決してありません。世の中には戦っても何も得られないものがあるんだと思います。私のような排斥であれ、自然消滅であれ、宗教を辞めた子供と信人の親、あ信者の親が本当の意味で心が通うことはないと思っています。そらそうよね、10代でもう、 絶縁されたってことでしょあまあ自分も親から感動するって言われたことはあるけどまあ子供ってね、まあ、自分で働き出すまでは全てをね親に依存せざるを得ないので親との関係がまずくなるっていうことはやっぱり、まあ、イコール生きていけないっていうことだからほんと子供って困るんですよねまあでもさ、まあ、この佐竹さんの母親もそうだけどさ もう自我がないわけじゃないな、なんか全部こう宗教に委ねてしまって、ね、その宗教組織がこう言うから、こう、そう、そうするってことでさ、もう自分の娘の幸せなんか何も考えてないうん。あのー、なんだっけ。あのー、安倍首相を銃撃した人もさ、その、 なんだっけ甲府の科学じゃなくって、あの壺、壺ボ、かなんか売ってたあの団体さ。その母親っていうのはさ、子供が安倍首相を銃撃しても、教団に対して申し訳ないっていうことを言ってたでしょあれはちょっとびっくりするよね。我が息子が、前総理を銃撃して死亡させた、まあ、 国を揺るがすような大事件を起こしたのにさ、む、うちの息子がとんでもないことをしてしまって申し訳ありませんじゃなくてさ、そんな事件を、私の息子がそんな事件を起こしてしまって、教団に迷惑をかけて申し訳ないってさ、<laughs> もう、もう、もうダメよね。ああ。だから宗教って怖いよね。うん はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。